食らいついていくようなね、はい、お金と思えば食らいついていくような、はい、なんていうかハングリー精神っていうかね、うん、だかこの人はすごくいい人だから、なんか人の良さげな気持ちが出てますよね。だからね、ああいうギャングの世界にいちゃダメなのよ。基本的に確かに、まあ、F1 ドライバーは自己中の集まりなんですけど中島さん乗ってきた山、はい、自己中の集まりなんですけど、まあ、で F1 で自分が走ってる時に、はい、まあ、確かに、まあ、僕結構自分のことを典型的な日本人だと思ってまして、はい、まあ、よく言えば協調性もあるし、はい、いい人なんだけど、まあ、いい人だよねで終わる感じですよね。特に外人の中で仕事してるとそういう風に言われるし、もっとこう悪い子になっていいんだよって言われるんですけど、まあ、僕はでも自分のやり方はやっぱり自分のやり方だし、別に悪い子になってやるのが自分の仕事の仕方ではないので、はい、まあ、そこは別に自分のやり方でも結果を出せると思ってやってて、まあ、ちょっとね、結果として出せきれなかったのが残念ではあるんですけど、まあ、そこはまあ、いい人でもやれると思いますよ。はい、はい、まあ、実力次第です。それはある意味ではいろんな、まあ、レーシングドライバーの方々っていらっしゃるんですけども、はい、多分中島さんとかっていうのはやっぱり自分の中、自分はこういう人間だ、はい、だから変に無理してそれに当てはめる必要性もない。ただ、まあ、自分の数でいけばいいんじゃないかと思いますね。それは日本に帰ってきてからもそうですし、まあ、数でいると優等生って言われることにすごく違和感があるんですけど、まあ、それぐらいレースの世界はみんなこうガツガツ自分から前に行く人が多いということですね。確かにこう勝負の世界ですからね。そうですね、まあ、基本勝ったもん勝ちだし、やっぱり結果を出したもん勝ち、まあ良くも悪くも。立場上そういう意味では厳しい世界ですよね。あのね、うちは毎年外人ドライバーがね、はい、まあ、何人かいるんだけど、はい、やっぱ外人ドライバーの若い時と、まあ、日本人のドライバーの若い時と見てると、はいはい、やっぱり外人ドライバーのハングリーっていうか、例えば外人ドライバー若い子に先輩のドライバー紹介するじゃないですか、はい、監督の関谷さんだって、はいはいはい、そうすると彼らはもちろん挨拶はするけども、はい、気持ちの中ではあ、俺のライバルじゃんっていう気持ちで見てると思うよ。もう例えば日本人の若い子は関谷の前で直立不動になっちゃって、はい、言葉も発せないぐらい ね、 そうですよね、緊張するでしょ、はい、で向こうのやつらは、まあ、悪く言えば、あ、そう俺の敵じゃんみたいなね、はい、そういうなんていうかな、こう、まあ、心臓に毛が生えてるというか、はい、その辺の考え方がやっぱこれ、まあ、ちょっと深く深い話すると教育の話になっちゃうんだけど、はい、まあ、そこやめといて、はい、それぐらいのそのまあ、若い小さい時の精神状態がちょっと違う、はい、日本人の方が優しくて負けてるというような気がしないでもないですけど、ね、でもそういう風にやってますとこれからの未来っていうのはいろんな今、まあ、今日はちょっと小さなお子さんなんかもいらっしゃいますけれども、はい、中島さんが思うにあたってはどうですか、やっぱり夢を持ち続けることっていうのが大事なんですかね。そして自分を変えないと言いますか。まあ、目標があるっていうのはすごく大事なことだと思いますよね。ただ目標があるっていうことがすでに幸せなことかなと思って、やっぱり、ね、自分の好きなことをなんかやりたいことがなかなか見当たらないなっていう人もまあ絶対いると思うんで、はい、まあ一概に言えないですけど、やっぱ目標があることってすごい大事で、まあ、ただあってもなくてもこう目の前にあることをやり続けるっていうのはすごく大事なのかな。さっきの達さんの話じゃないですけど、まあ、レースがやりたかったらやっぱりレースをとことんやる、はい、レースに必要なことをとことんやるっていうのはすごく大事だろうし、はい、まあ、目標がなきゃないでね、例えば学生だったらもう目の前にあるそれこそ勉強なりね、部活なり、うん、まあ、やれることをやってるうちにやっぱり好きなことを見つかるかもしれないし、まあ、レースやってて思うのってチャンスっていつ来るか分かんないんですよね、はい、レースしてるうちでもそうだし、その、まあ、僕が F1 行くまでもそうですけど、本当にこうたまたまこう巡り合わせが良くてチャンスがもらえて、そのチャンスをうまく活かせてなんとか F1 まで行けたっていう、ところが本当にあるんですけど、そのチャンスが来た時に、まあ、ものにできるかできないかっていうのはやっぱり普段やることをやってるかやってないか、で目標があってそれに向かってやってればそれだけもちろん身にもなるし、ただ目標がなくてもこう例えば普段できることをやってると目標ができた時にそれを達成するのに気がついたら近いところに入れるっていうのはすごくあるんじゃないのかなと。